はい、マサです。ここは今大阪駅に来ております。今回ねここ大阪駅からね、東京に向かうわけなんですけども、今からね、新幹線に乗って東京に行きたいところなんですが、今の時刻ね9時半ということで、もう新幹線の終電も終わってしまいました。ということで、ね、今からね、夜行バスに乗っていこうと思います。で、僕の動画で何回か、東京行きの夜行バスね紹介していると思うんですけれども、あちらはね格安バス、ウィラーエクスプレスとかだと、ここからね歩いて10分ぐらいのところにあるバス停があるんですけども、そこまでね歩いて行かないといけない、ちょっとね距離があるんですよね。なんですけども、今回乗るのはね JR が運行しているバスということで、本当にこの駅前にバス停があるので便利なんじゃないかなと思います。普通ね、大阪駅に住んでいる人ってあんまりいないので、大阪に来る際はね電車とか使ってよく来る方が多いと思うんですけれども、そういった意味ではね結構ねシームレスな移動ができるんじゃないかなと思います。今日はね金曜日ということでね、たくさんの人がいるわけなんですけれども、昨日ね見た感じだと、なんと今回のバスね満席なんですよね。1プラス2か3列独立かちょっと忘れてしまったんですけども、それは後で紹介しようと思います。グランドリームっていう種類のバスなんですけれども、今回6900円とかやったかな、 10% 割引とか効くのでかなりお得に乗ることができます。それでは本日もよろしくお願いいたします。ということで、今からねバス停まで歩いていこうと思います。今ね画面真ん中に見えるのが連絡口改札かな、JR 大阪駅で一番目立つ改札口と僕は思ってるんですけども、はい、ここからねグランフロント大阪の方に向かっていきたいと思います。ここまではねウィラーエクスプレスと行き方はね結構同じなので2階に降りてきました。今回はそっちの方ではなくてね、さらにエスカレーターを下って1階の方へ向かいたいと思います。本当に、ね、駅前というところですからね。ということで1階に降りてきました。中条あやみさんかな、大阪出身の女優さん、モデルさんから、いると思うんですけれども、ここのね広告を U ターンしようと思います。はい、でこちらに向かうとね、もう JR 高速バスというね案内があるのでね、非常にね分かりやすいかなと思います。猿でも分かる案内図ですね。はい、では、向かっていきましょうか。ということでね、時刻表の前に行きました。今回乗るのは22時20分の、グランドリーム12号ですね。3番乗り場から出発するということですね。はい、で番号なんですけども、ここにね分かりやすく書いているので、もう初めての方でも分かりやすい地図だと思います。現在地があって左から3番目、本当にね3って書いてるので、実際にも今からね早速ねバス乗り場に向かっていこうと思います。ここにはねルクワとかありますし、本当に便利な立地ですよね。 JR だからできることだと思います。ここにはね一応ね当日バスのチケットを買うことができる、券売機もあります。金曜日の晩とかだともう満席とかなるので、特に東京駅とかはね先に買っておくのが得策だと思います。コインロッカーとか自動販売機、一斉単かなここのビルは。はい、そんな感じでございます。バス乗り場の前にはねファミリーマートとかもありますね。JR 西日本系列のコンビニといえばね、セブンイレブンなんですけれども、ここに関してはファミリーマートだそうですね。その理由はねちょっと謎なんですけれども、知ってる方いたらコメントいただけたらいいと思います。ここにはね高速バスのチケットセンターということで、予約だけしてここで買うこともできます。はい、あれですね、格安バスとは違って購入をネットでしないといけないわけではなくて、予約だけしてここで現金で払うということもできます。ということでバスが出発いたしました。これはね21時50分発の東京行きのバスということで、僕もねこれと同じ種類のバスを乗るわけなんですけども、はい、30分前に出発しました。東京行きに関してはね、もうこの時間は10分に1本出発しているということで、もう超ドル箱路線、言うまでもないですね。はい、東京行きといってもね、新宿駅を経由したりとか、あとは東京ディズニーランドまで、ね、延伸しているバスとかも、いろいろタイプあるんですけども、それなりに需要はあるということですね。はい、JR バスには、ね、座席の、ね、種類によって3種類のグレードがあります。リーズナブルな方からドリーム号、グランドリーム号、ドリームルリエ号とあります。一番右の、ね、ドリーム号は4列タイプのシートでした、いわゆる、ね、観光バスみたいな感じですね。で今回僕が乗るのは真ん中のグレード、グランドリーム号。
そして最高級のドリームルリエ号なんですけれども、こちらもね3列独立シートついています。ついてるんですけれども、グランドリーム号の3列と比べてちょっとね座席のグレードが高かったり、アメニティがついていたりと、そこはね差別化がされております。プラス2列独立シート1プラス1のね個室タイプの席もあるので、こちらもね将来乗ってみたいと思います。そして定刻の10分前くらいにバスが到着しまして、3番目に乗り込むことができました。本当にね駅直結なので、電車のホームで待っているような感覚でバスを待つことができます。高速バスというとね、かなり大きな車体のバスです。なんかね、格安バスと比べてこのバス結構大きめに見えるんですけども、まあ、気のせいなんでしょうね多分。はい、 JR バスはすべて QR コードの乗車券で乗ることになります。まあ、メールが来るんでね、まあ、それをバスのスタッフに見せればいいだけなんですけれども、非常に簡単でいいと思いました。前から4番目かな、ここの座席に座って朝6時半までこの座席にお世話になります。よろしくお願いします。そしていざ座ってみると、座席ピッチはかなり広いんですよね。夜行バスだからといって足伸ばせなくて眠れないという心配はねなさそうですね。ここにはねレッグレストがあるので、まあ、3列独立シートだとね、まあ、標準的についている機能なんですけれども、こちらのね JR バスにももちろんついてあります。もちろんね、ドリンクホルダーもついてあります。ここにあるのに地味に便利なんですよね。すぐねドリンク飲めるし、水とか。ちなみにねレッグレストはね足の形にね沿っているのがね本当にいいと思いましたね。地味にね嬉しいんですよね。いろんなねバス乗ってるんですけれども、このレッグレストは JR バスならではなんじゃないかなと、もう個人的には思っております。はい、隣の席の人との間を仕切るカーテンも用意されてあります。これでねプライベート空間を保つことができます。まあね個室とかにはならないんですけれども、まあ、6900円で乗れてるんでね、これぐらいのプライベート空間で十分かと思います。今ね押したのがリクライニングですね。135度ぐらい倒れるそうです。135度ってね、あと65度どうすんねんって感じ思うかもしれないんですけれども、思った以上に倒れるっていうのが個人的な印象ですね。さすがにねあのフルフラットにはねならないんですけれども、高速バスってね確かにフルフラットにするとバスとして運行できないんでね、安全に配慮した法律があるみたいです。定刻の 2,3 分遅れで大阪駅を出発しました。見ているとね他のバスも 2,3 分遅れぐらいで出発しているので、結構ね待ってくれる印象はあるんですよね、お客さんを。まあ、かといってね遅れていいわけではないんですけれども、そこはね電車と違ってかなり緩い感じがしました。これから大阪駅を出てサービスエリア2カ所ですねに泊まって東京方面へ向かいます。格安バスとかだと京都駅とかでお客さん拾うんですけれども、それはねなくね直行便です。それではしばらく発車アナウンスをお聞きください。このバスね実はトイレがついているんですよね。なので走行中でも座席を立ってトイレに行くことができます。なんですけども一般道とかだと急ブレーキ急カーブとか多いので、あまりおすすめはできないですね。まあ、行くなら高速道路に乗っている最中ですね。はい、このあと東京方面の到着する時刻が肉声で放送されます。お聞きください。池尻大橋5時43分バスタ新宿6時11分東京駅
6時36分、東京ディズニーランド7時27分の修正箇所は2箇所予定しています。出社前は24時、0時頃です。アイスターパーキングエリア4時25分頃到着予定です。各休憩箇所約20分の休憩程度です。左へ曲がります。新大阪駅付近を走行しております。この辺りはね、帰宅ラッシュになるとたくさんの車が通っていて、もういつも渋滞なんですよね。もうこの後吹田インターチェンジから名神高速に乗って東京方面へ向かいます。あと30分ぐらいで高速に乗るんですかね。ここでちょっとしたハプニングが発生しました。土山サービスエリアが休憩予定だったんですけれども、名神の多賀サービスエリアに変更になりました。つまり名神経由で東京に向かうことになります。その理由としましては、図に書いてるんですけれども、青バスですね、伊勢湾岸道が工事渋滞ということで、これね、渋滞を待つぐらいだったらね、名神でささっと行った方が早いという決断に至ったんでしょうね。はい、そういうわけでちょっと到着が遅れるかもしれないです。はい、トイレにやってきました。トイレはですね、進行方向右側の D 席の方にあるので、僕はね、 A 席の方に座っているので、ちょっとね、回り回っていかないといけない、ちょっと不便だったのかもしれないんですけれども、まあ、トイレね、近い方っていうのはね、 D 席取ることをお勧めします。でね、トイレ来た理由としましては2つありまして、まあ、トイレね、普通にトイレ行きたいというのと、サービスエリアがね、0時20分に着くということで、まあ、それまでにはね、就寝しておきたいんですよね。なので、ここにね、歯ブラシセット自分で持ってきたやつあるんですけれども、これ使ってね、ここに、洗面台とかもちょっと簡易的なところなんですけどもあるので、ちょっと歯磨いてね、もうさっさと寝ようかなと思います。もうサービスエリアに泊まってもね、外に 出ないで、熟睡しておこうと思います。それではちょっとトイレの中なんですけれども、はい、おやすみなさいませ。はい、皆さんおはようございます。今の時刻は朝5時ぐらいです。ちょっとね、20分ぐらい遅れているみたいですね。まあ、名神高速乗ったんで、まあ、仕方ないんですけれども、まあ、20分ぐらいだったらね、まあ、許容範囲内かなと思います。乗ってる時間8時間ぐらいもあるんでね。はい、今ちょっとね、夏なんで朝5時とかでもね、結構明るいんですよね。あと1時間半ぐらいもあるので、もうちょっと寝たいんですけれども、ちょっと明るいのであんま寝れないんですよね。なんやろ、隙間からカーテンの隙間から光が入ってくるので、まあ、特にね、夏の日に夜行バスに乗る際はアイマスクね、まあ、持っておくことをめちゃくちゃおすすめします。本当におすすめします。もういつもね、忘れてしまうんですけれども、必ず持ってきてください。耳がね、タコができるほどもいますよ。絶対に持ってきてください。次は東京駅日本橋口です。降りのお客様は降車ボタンでお知らせください。お客様にご案内いたします。高速バスネットは便利でお得な JR 高速バス予約システムです。スマートフォンやインターネットから簡単にご予約いただけます。 JR 高速バスをご予約の際は高速バスネットをご利用ください。はい、東京駅に到着しました。本当にね、 JR バスっていうのは大阪駅前から出発して東京の駅前に着くので本当に便利ですよね。これからね、埼玉とかな、茨城とかに行かれる方もこれからね、すぐね、 JR に乗ることができるので非常に便利だなと思います。で、今の体調なんですけども、全然疲れてないんですよね。というのも、3列独自シート普通に快適だったっていうのもあるんですけれども、もう車内全体が全員リクライニングして寝る準備をするみたいな、もうそういう感じだったので、非常にね、皆さん くつろいでいらっしゃいましたね。はい。で、今回に1ヶ月前に予約したので6900円で取ることができたんですけれども、当日だとね、8600円もかかっちゃうんですよね。なので、予定が決まっている方は早めに予約してください。で、シートに関してなんですけれども、ゆりかご式ということで、座面と一緒になんか連動している感じの席なんですよね。
なので腰もね痛くならないですし、その点はね JR バスの魅力なんじゃないかなと思いました。ということでね、僕はねもう東京駅から JR に乗って目的地まで行かないといけないので、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。